親友になったとともにね、先頭を切って飛び出した。この死んだものにも引っ掛けて、それで上がっていく。それでグローブを2つ持ってたから両方はめて、有刺鉄線ですから。もう死のうっていうのがもう大半だったからね。部屋ぐらい目を開けて、無理を指さすんです。ここを置いて。自分ではなかなか死ねないけど、これで死ねるんだということで、僕はもう賛成だ。どうせ長いことはないわ、わしらの命はもう日本には兵帰れんし。もう捕虜になったら死ねえっていうのを軍隊ではもう叩き込まれとったから。で、それが捕虜になったとなるとね、家族のものはね、村始めになってるわけですよね。私は命が欲しいんですって見えないもん。生きられれば生きたいんだよな。今、カウラで眠っておられるさんだと、一言話がしたいなと思ってね。生き残ったために、もうすまんような気持ちっていうのかね。恥から逃れるためには死ぬしかない。自分は死んでもいいと思っている人と、本当は生きていたいと思っている人と、自分もそこに身を置かれたらどうだろうと。